はい、純一です。今日は、皆さんと一緒に、実際のこの私が作った真空管アンプを通してどの部品がどういう役割をしているか、そんなことを一緒にお話しできればと思います。まずここにあるアンプを簡単に紹介したいと思います。これはまあ私が自分で作ったものになるんですけども、 01A っていう、すごく古い昔に作られた、それこそ戦後間もなくぐらいに作られた、3極の、直熱管になります。それを、まあ、6SJ7 っていう電圧管を使って、ドライブしている、シングルアンプになります。で、部品を見ていただくと、トランスがですね 1,2,3,4 と大きく4つ乗っかっています。で、この黒いトランスが、電源トランスになります。そしてこの手前についているのがチョークコイル、丹後さんとか平田製作所さん、 ISO さんだと、チョークトランスっていう言い方をしたりしてます。だからここの奥についているトランスが出力トランス、アウトプットトランスっていうものになります。で、ここの水色についているこの円筒形の部品が展開コンデンサーっていうものになります。で、あとはまあここはアンプオーディオやっている方だったらすぐ分かると思うんですけど、電源スイッチ、それからこれはですね、ヒューズホルダーです。それからボリュームがついてます。で、真空管は、全部で 1,2,3,4,5 って5本ついてます。で、左側の回路、右側の回路、それから、電源用の回路に使う真空管になります。で、もうちょっと話をすると、これは 5Y3 っていう真空管が刺さっているんですけども、こちら整流管って言われる、真空管になります。そしてこのアンプでは 6SJ7 っていう5極管の、電圧増幅管が、前段で使われています。で、中段には 01A という、真空管が使われています。で、このアンプは、300mW ぐらいしかないんですけど、私が使っている JBL のスピーカーは非常に効率が高いので、ものすごい大きい音は出せないんですけど、ある程度ですね、静かな環境でゆっくり音楽楽しむには問題ないぐらいのパワーが取れる H アンプにはなっています。で、ちょっと今部品の名前を紹介したんですけども、じゃあそれぞれの部品がどんな働きをしているかっていうのを、少し話していきたいと思います。まず電源トランスっていうのは、真空管の場合2つの電源が必要なんですね。フィラメントとか、ヒーターとか、玉の種類によって生き方が変わりますけども、その、火を灯すため、なんか真空管アンプっていつもボワーってオレンジ色に光ってると思いますけど、光らせるための回路、それから、高電圧をかける回路っていうのが、2つ必要です。で、回路構成によってはもう1個回路必要なんですけども、そういうのも、についてはまたですね、別の YouTube で、紹介したいなと思います。で、そういった家庭用のコンセントは 100V なんで、その 100V から高電圧を作ったり、ヒーターとかを、の電気を作ったりするために電源トランスっていうものを使います。で、チョークコイルっていうのはこちらの整流管で、この電源トランスで、変圧した高電圧を整流するために使います。で、ただ整流しただけだとまだきれいなですね、直流回路にならないので、直流回路に直すためにチョークコイルと電解コンデンサーを使って、きれいな、できるだけきれいな直流を作ろうというので、こういった部品を使います。からこちらのアウトプットトランスは、真空管の動作するインピーダンスと実際のスピーカーのインピーダンスっていうのが大きく離れてるんですね。この例で言うと、これは5キロオームっていうインピーダンス、と、8オームのインピーダンスを変換できるトランスになってます。こういうものがですね、特別な OTL とかっていうアンプもあるんですけども、そういうものを作らない限りは、こういう出力トランスが使われています。で、結構この辺がですね、音の、違いが大きく出る部品の一つ、と思ってもらったらいいかと思います。大きければいいかとかですね、高ければいいかとかですね、そういうものでもないんですけども、ここはやっぱりものの、やっぱり好き好みがすごくはっきり出てくる部品かなと思います。
で、真空管の方に行くと、ですね、電圧増幅管っていうのは CD から入ってきた小さな小さな、マックスで2ボルトぐらいですかね、の、信号を少し大きくしてあげるために使うのが電圧増幅管です。で、電圧増幅管でその大きくなった信号を、出力管の方が受けて、出力管は、さらに、で、もちろんその増幅も大きくするんですけど、なんて言ったらいいんですかね、ワッテージっていうかですね、力も強くするんですね。大きく電圧のレベルが上がると一緒に、電流値も大きくすることによって、要はですね、トータルの電力量が大きくなるようなイメージですね、にしてくれるのがこの出力管の役割です。基本的には、全てですね、インピーダンスの変換をしてるんですね。CD から出てきたのが100キロとかですね、10キロとかのインピーダンス、10キロから100キロぐらいの間のインピーダンスのマックス2ボルトぐらいの信号なのを、この整流、あの、まあ、電圧増幅管に入ると、まず電圧がドンと大きくなって、で、整流、その大きくなったものを出力管が受けて、さらに、大きくして、さらにそこに、電流を乗っけるようなイメージ、電流も制御することで大きな出力が取れるようになると。で、ただそのまんまだとスピーカーとマッチングしないので、出力トランスを入れてマッチングをさせてあげるっていうような構成になります。なんで大体真空管アンプっていうと、こう電源トランスが必ずあって、なんかわかんないですけど、大きな電源コンデンサがついてて、アウトプットトランスがついているっていう大体構成になります。で、安く作ろうと思うと、この整流管をダイオードに変えてあげたりとか、あとは、超コイルはちょっと外すとですね、正直なかなかノイズ取るの難しいので、こういうものは必ず使ってもらった方がいいんですけど、チョークコイルの代わりに今だったらトランジスタを使われる方とか、FET を使って、フィルターの回路を作る方もいます。私はもう自分の、これはもう完全に趣味になってくるんですけども、こういうチョークコイルを使って整流した回路の音の方が自分的には太い音がして、なんか好ましいなっていうところがあるんで、大体私のアンプではチョークコイルを必ず使うようにしています。こういう形で、回路は非常に、部品としてはですね、多分トランジスタのアンプ作るよりも部品点数なんかすごい少ないで作れるんじゃないかなと思います。で、またですね、別の YouTube で、回路図を見ながら、今日の話をもう一度したいと思います。視聴いただきありがとうございます。